たち今日はアナには乗らないの。俺らアナとか言うとだから。そう。ああ、そんな。どこやろう。カンパニア。なんだ。K。え？K。そっちや。アナが L で、Air Japan は K みたい。いやこれじゃん。すごい並んでる。すごい並んでる。でも荷物を預けやなあかんから。出国するのとか保安検査行くまでめちゃくちゃ並んでて、なんとファーストトラックに行けって言われたので、今からファーストトラックがこっちもこっちで並んでるで。こっちもすごいよ。では出国しました。めっちゃ早かった。ファーストトラックというかファーストトラックの横にあるクルーのところを使わせてもらったので、すごい早かったね。めちゃくちゃ並んでるので、出国される方めっちゃお気をつけてください。大変だ。もしあそこでさファーストトラック行けって言われへんかったら、もう多分もう間に合わんぐらいの時間になっちゃうと思ってたから。すごかった。ラッキー、ラッキーでした。今から、今回はコンコース E なのでオマーン航空のラウンジがプライオリティパスを使って使えるみたいなので、そこに向かいたいと思います。タイはね、空港のラウンジがめちゃくちゃあるので、アナの時、アナに乗った時はタイ航空のラウンジとシンガポール航空のラウンジを2カ所行ったんですけど、今回はオマーン航空のラウンジに行きたいと思います。絶賛迷子中。タイ航空は閉まってる。これしか分からへん。あとカレーみたいな。うん、ご飯とカレー食べる？本当や、並んでる。めっちゃ並んでる。ラウンジ出てきてゲートに来ました。なんかすごい並んでる。
apologize for this inconvenience. 普通さ、ドア閉める前にさ、確認するんじゃないの？なんて数が合わんね。意味わからないけど。せっかくプッシュバック終わったと思ったら、まさかの数が足りない。びっくり。こんなことある？こんなことある？人が多いんだな、なんだろうな。人とチケットが合わない。乗ってないのか、乗りすぎてとか。こっちの。乗ってないんじゃない？乗りすぎるってことはなくない？謎な事件が起こった。1時間半遅れ。
半遅れで帰ってこれました、ね、まず乗客一人乗ってないとかありえんから一人乗らずに閉まるって意味わからんから、ね、ちょっとびっくりな体験を今回もしましたよ。今回はタイ旅行は以上で終わりになります。本日も最後までご視聴くださいまして誠にありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。